皆さんご存知ですか？これ任天堂スイッチのコントローラーなんですけど、なんか3年ぐらい前に流行ったんですけど、これでね動画編集できるっていうことで僕昨日試してみたんですよね。でショートカットキーとか割り当てて、これでカットとか再生とかやってるんですけど、めちゃめちゃ楽な気がする。なんか僕のスタイルに合ってる気がするので、ちょっとねこれどこかでこれを使って編集できるよっていうのを皆さんにフィードバックできればいいかなっていうふうに思います。ということで今回はですね、映画のようなね、映像を作る方法ということでやっていくんですけれども、プレミアプロを使って、シネマティックな映画っぽいね、かっこいい映像を作っていきたいなと思います。ちょっと最初にビフォーアフターご覧ください。どうぞ。こんな感じになっております。はい。で、今回ね、使う素材なんですけれども、自分でね、撮影した S ログ3の素材を使うんですけれども、皆さんね、撮影した素材それぞれ違うと思いますので、もしログ撮影されていない方は、ラットを当てる工程を省いてですね、この動画を参考にしていただければと思います。で、今回はですね、シーケンスの設定から、スローモーションの仕方、色作りの仕方、そして上下の黒帯の仕方ですとか、あと最後にね、ちょっととこうなんだろうな、隠し味を一つ加えて、もっとねこうクオリティの高い映画っぽいちょっとかっこいい映像に見せるやり方も紹介してますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。ということで早速チュートリアルやっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。今回はこちらの素材を使っていこうと思います。これコインランドリーのですね、この機械のドアを開けて、そのドア越しに撮影したものなんですけれども、結構なんか映画とかミュージックビデオでありそうな感じかなと思います。ではまずはですね、ステップ1なんですけれども、シーケンスを設定していきましょう。シーケンスっていうのはこのね、編集するための箱ですね、箱のようなものをまず作っていきます。コマンド N を押すとこのシーケンスを設定するね画面が出てきます。で、僕はですね、自分のカスタムプリセットをいくつか作ってあるんですけれども、まだねカスタムプリセットがないよっていう方はデジタル SLR のところからこれね、選んであげましょう。今回は DSLR の 1080p24 というものを、使っていこうと思います。映画はですね、結構そのフレームレートっていうものですね、24フレームで、作られていることが多いんですけれども、このフレームレートの詳しい説明はですね、別の動画で紹介しているので、ちょっとここでは詳しくお話省こうかなと思うんですけれども、気になる方はね概要欄にリンク貼っておくんで、そちらをご覧ください。で、映画はね結構24フレームが多いので、この 1080p24 フレームのものを使っていきます。で、今回のですね素材 4K で撮影していまして、この 1080p っていうのはフル HD の解像度になってます。なのでね、解像度ちょっと上げてあげる必要がありまして、設定からですねフレームサイズ、この数字を倍にしてあげます。 3840×2160 ですね。はい、これで 4K のサイズになりました。で、このね設定を保存しておこうと思ったら、このプリセットの保存を押してあげると、この設定をね保存して次回からもね同じ設定で作ることができますので、よかったらねこれもやってみてください。で、このまま OK 押します。で、これでシーケンスが完成しましたので、この素材のどこを使うかを決めていこうと思います。今回はですね、ちょっとここら辺がいいですね。こう向くところ、前向いてこの辺まで使いましょうか。で、今ねインテンとアウトテンを打ったんですけれども、使い出したいところ、使い始めのところにインテンを打ちます。で、インテンの、打ち方はですね、キーボードの i、 インの i ですね。で、アウトテン最後の部分を決めるんですけれども、アウトテンはキーボードの o です、を押してあげて、動画だけをこっちにシーケンス、タイムラインに持ってきたい場合は、今のねこのここのなんかフィルムマークみたいなところをドラッグ&ドロップします。で、音だけ、この映像の音だけを持っていきたいときはこのオーディオマークですね。で、どっちも持っていきたいときはこのサムネイル画像を下にポンと持っていくような形になります。で、今回は映像だけ使いたいので、このフィルムマークをポンと持っていってあげます。はい、こんな感じですね。はい、次ステップ2行きましょう。次はスローモーションを作っていってあげるんですけれども、スローモーションのね計算の仕方なんですけれども、まずねこの素材何フレームで撮影されてるかなんですが、右クリックでプロパティを見るとフレームレート60ってなってますよね。で、さっきシーケンス設定
定した時のフレームレート24だったんで、計算式はですね、このシーケンス設定のフレームレート割る素材のフレームレートかける100です。なので24割る60かける100をすると40という数字が出てきますので、 40% 最大 40% までのスローモーションができます。スローモーションの仕方はコマンド R 押してあげて、コマンド R、 ここの速度のパーセンテージですね、40に変えてあげます。でここですね、この数値より例えば低い、例えば 20% とかにしてしまうと、カクついたスローモーションになっちゃうんですよね。これはね、フレーム数が足りなくてこんなカクついた感じになっちゃうんですけれども、40より数値が上の例えば50とかだと滑らかですね。スピードが半分になっているスローモーションにすることができます。 80% でもこんな感じのスローモーションができます。で今回はね、マックス一番遅い 40% にしてあげましょう。はい、これでステップ2おしまいですね。ではステップ3いきましょう。ステップ3は手ブレ補正をかけてあげたいと思います。ちょっとこれカクついてますよね、映像がちょっとガタッとしてる感じがありますので、これにね手ブレ補正をかけてあげます。で今この速度を変更しました。で速度を変更した素材にワープスタビライザーというエフェクトをかけてあげるんですけれども、ワープと検索するとワープスタビライザー出てきて、これかけてあげると、はい、こんな感じのね画面になってしまって、ワープスタビライザーねかけられないんですね。なのでこのを解消するためにですね、まずはネスト化してあげたいと思います。この素材を選択して右クリックをしてネストを押します。で OK を押して、これでねネスト化されました。でこれにワープスタビライザーをかけてあげます。はい、しばらく待ちます。はい、少しね拡大されたんですけれども、こんな感じでかなり滑らかな映像になったんじゃないかなっていうふうに思います。これで手ブレ補正 OK ですね。それではステップ4です。ここからは色作りしていきましょう。まずですね、調整レイヤーを作っていきます。はい、で調整レイヤーをこのねタイムラインに乗っけてあげます。で先にですね、ホワイトバランスを合わせてあげようかなと思うんですけど、ルメトリスコープを見ながらですねホワイトバランスを調整してもいいんですけど、今回はちょっとあの簡易的にね、基本補正のこのホワイトバランスって書いてある横のスポイトから、これね服、このタンクトップ真っ白だったんでタンクトップの色を抜いて、ちょっとねホワイトバランスを補正してあげましょう。まあ、ちょっと色ついてないんで分かりにくいんですけれども、一回ね最初にこの作業をやっておきましょう。そしたらクリエイティブからラットをね最初に当ててあげようと思います。ルックのところから参照をして、ソニーさんからね公式で配布されている S ログ3用のラットを使っても OK なんですが、今回ね僕がオリジナルで販売している10種類のねクリエイティブラットパックの中から使っていこうと思います。ちょっといろいろ見てみましょうか。まずザベースですね、結構ね一発でいい感じの色になるんですよね。次はティール&オレンジ、雰囲気ガラッと変わりますよね。次はレトロ、だいぶレトロな感じになりました。ラビング、ちょっと柔らかい感じになりましたね。そしてフィルムライク、ちょっとフィルムライクっぽい感じになりましたね。そのままなんですけどね。で今回はですね、ザベースとかでも良かったんですが、ティール&オレンジ使ってやっていきましょう。で少しですねこのラットちょっともうちょっと緩めにしてあげようかなと思ってまして、ここのね強さのところで濃くも薄くもできるんですよね。これなんで今回薄くするかっていうと、ここからね少し色とかもいじっていこうと思うんで、このラットの影響力をちょっとだけ薄めてあげましょう。80ぐらいにしておきましょう。なし、あり、なし、あり、このままでも全然ありっぽいですけどね。で基本補正から明るさとかをねちょっと調整していってあげようと思います。パレードだけ見ながらやっていきましょう。ちょっと明るくしましょうか。白レベルで全体をこう押し上げて、で、黒レベルを下げて少し、暗くしてあげます。でシャドウを上げるとだいぶこう爽やかな感じ、下げるとちょっと暗い感じになっていくんですけど、今回はですね少し暗めにしてあげましょう。
はい、後からね、あの変更も聞きますので、まあ、ここはとりあえず暫定でこんな感じでやっておきます。そしたら次はですね、カーブで少しだけコントラストいじってあげましょう。真ん中、左下、右上に、点を打ってあげて、ちょっとここ暗くしましょう。これね、左側に行けば行くほど暗い部分に影響する。このね、上に上げれば暗い部分が明るくなったり、暗い部分を暗くしたりすることができて、右に行けば行くほど明るいところを明るくしたり暗くしたりすることができます。で、S 字カーブを描くような感じで、こんな感じの、こんな感じにしてあげましょう。ここはですね、ちょっと、ここの画面を見ながら、微調整するっていう感じですね。印象をちょっとコントロールするようなイメージで、明るくしたいのか、ちょっと暗めの、落ち着いた感じにしたいのかっていう感じで、決めていってあげましょう。はい、なし。こんな感じ。今回はこんな感じにしていきましょう。そしたらスキントーンを整えてあげたいと思います。スキントーンはベクトルスコープ見ながらやっていきましょう。はい。HSL セカンダリーからこのスポイトマークで肌のところの色を抽出します。で、ここチェック入れると、今ね、選ばれてるところが出てくるんですが、最近なんかこのスポイト調子悪いのかなかなか出てこないんで、手動でやっていきましょう。で、H がね、色ですね。で、S が濃さ。で、L が明るさなんで、明るいところ選びたかったらですね、こう、こっち側に持っていくと明るいところ。この色と、この、サイドの明るいところを今選んでるんですけど、もうちょっとこっち側ですね。これでちょっと広げてあげて、ここもちょっと広げてあげて、はい、首の下多分これ暗いんですよね、きっとここ、うん、なんでもうちょい暗いので選ばれないんだったらサイドかな、あ、サイドでしたね。はい、こんな感じで選択していって、なるべく肌色だけが選ばれるような感じで、感じでやっていきましょう。まあ、この辺はしょうがないかもしれないですね。はい、こんな感じで OK かと思います。で、これベクトルスコープをね、出した理由としてはですね、このラインがね、スキントーンなんですよね。なんで、だいたいこのラインに近いぐらいのスキントーンに持っていくといいかなというふうに思うんですけれども、はい。で、スキントーン見ながら、この、ね、ホイールを使って、ちょっとだけ色ね、ピンク寄りに乗っけてあげましょう。インジケーターとかも見ながらですね。で、あんまりやりすぎると分かりますか？結構違和感出ちゃうんで、ここはね、本当にちょっと寄せるぐらいの気持ちでいいと思います。うん、ないよりはあった方がいいかなぐらい。なし、うん、あり、なし、あり。ちょっと血色が戻ってきた感じしますよね。少しやりすぎた感じするんで、もう本当にちょっとでいいと思います。なし、なし、あり、なし、あり、うん、本当にちょっとですが、こんな感じにしておきましょう。で、ちょっとだけ明るさ足してあげましょう。女性なんでね、ツヤっとした感じにして、で、ブラーでなじませてあげます。で、ノイズ乗ってないんですけど、ノイズ除去もかけておきましょう。はい、ちょっと長くなりましたが、調整レイヤー1段目 OK で、実はもう1段重ねようと思います。なので、調整レイヤーをクリックして、オルトを押しながら上にドラッグ&ドロップしてください。そうすると、今の調整レイヤーコピーされてるんですけど、全部の設定コピーされてるんで、だいぶ濃くなっちゃいました。なので、これ、チェック外していきましょう。基本補正、クリエイティブ、カーブも、チェックを外して、あとは HSL セカンダリーですね。ここの設定を変えていくんですけれども、これで反転させます。今、スキントーン以外が選ばれている状態になってます。で、ここでですね、このスキントーン以外の色の印象を変えていってあげようと思います。ここを押すとですね、こんなホイールが3つ出てきました。まずですね、シャドウちょっといじってみましょう。こんな感じ。シャドウ部分の色を変えることができるんですが、今回はですね、もう少しちょっと爽やかな感じにしてあげましょうか。ちょっと青みっぽい感じにして、次ハイライトですね。ハイライトもハイライト部分を中心に色を変えることができるんですけど、あんまりやりすぎるとね、ちょっと違和感あるんで、これも少しだけ青っぽい感じにして、で、ミッドトーンですね。こんな感じですが、
そうですね、これぐらいにしておきましょうか。はい、なしあり、なしあり、うん、だいぶ印象変わりましたね。すごい青っぽい感じになった気がしますね。もうちょっとだけ緑入れてあげてもいいかな。はい、こんな感じでいかがでしょうか。なしあり、なしあり、うん、これでカラーグレーディング OK かなと思います。じゃあ5つ目のステップいきましょう。5つ目のステップは上下の黒帯出してあげましょう。エフェクトからですね、ここでクロップと検索します。でクロップをですね、上のこの調整レイヤーにかけてあげます。はい、そしたら次はエフェクトコントロールに移動して、上、ここのクロップのところの上を 12%、 下を 12% にしてあげます。これだけでね、黒帯を出すことができます。すごく簡単ですよね。はい、で、これでですね、頭の位置ちょっと調整して、このね、エフェクトコントロールの位置のところですね、これで少し調整してあげて、はい、うん、だいぶいい感じだと思います。はい、それではステップ7いきましょう。ステップ7はですね、この被写体に向かってちょっとズームするような、演出をかけてあげましょう。エフェクトコントロールからですね、スケールと位置にこのタイムストップウォッチみたいなところにチェックを入れてあげて、これをちょっと進めて、だいたい110% ぐらいにしましょうか。ちょっとでかいかな、 105% ぐらいにしましょうか。はい、こんな感じで 105%、 もうちょっとやってもいいかもしれませんね。じゃあ108にしましょう。でこれを一番後ろまで持っていきます。そうするとこんな感じで被写体に寄っていってるかのような演出をすることができます。で今回はね、使わないんですけど、これ回転にチェックを入れると、例えばね、こう回転させることもできるんですよね。こんな感じで、はい、これね、葉っぱとかをね、なんか回転するような演出使うときにやったりしますね。はい、これもぜひぜひ覚えておいてください。このステップウォッチマーク、ストップウォッチマークがあるものは、だいたいこういう動きをつけることができたりするんで、ぜひぜひやってみてください。はい、ではビフォーアフターご覧ください。どうぞ。この動画はロイヤリティフリー BGM 交換のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで、いかがでしたでしょうか。チュートリアル少し長くなりましたが、この動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。で特にね、色作りのところちょっと難しいかなとは思うんですけれども、カラーグレーディングの動画ですね、僕結構いろいろ出してますので、プレミアプロを使った色作りをしたい方はね、ぜひいろんな動画参考にしてみてください。で特にね、今回のチュートリアルで参考にしてほしいなと思ってるのが、ラットの強さですね。ラットの強さって、今回のチュートリアルでもやったんですけど、かける強さ変えることができるんですよね。なのでパンと一回色を当ててですね、そっからもうちょっとなんか自分の好みの色にこう作り変えたいなと思ったら、強さ、当てる強さを弱くしてですね、で自分で作れる自由度を増やしてあげるっていうようなやり方をやると、自分の好きな色に近づきやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで本日の動画以上になります。この動画になと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ダイゲンオリジナル S ログ3ラットパック販売してますので、よかったらね、こちらも購入してみてください。概要欄にリンク貼っておきます。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね、よし。これな、なんか持ちやすいし、このね、こんな感じで編集してるんですよ。こうマウスをデスクに置いて、こんな感じの感じで姿勢悪い感じで編集とかもできるんで、結構いいと思うんですよね。手に馴染んだら紹介しようと思います。